今日もおこつと一緒にコンビニに来ました。今日のコンビニでの買い物はこちらのカフェラテです。久しぶりにカフェラテ飲んだ。最近ずっとねブラックばっかり飲んでるねんけど、カフェラテ久しぶり飲みました。ファミマのカフェラテはめっちゃ美味しいね、おこつ。うんということでね、なぜか私はちょっとメイドのね服をねコートの下に着込んでるんですけれども、そんなことは置いといて、そう前回のジャンプのそう本誌がやばかったんですよ。そう、おっ骨が最後出てきてね、そう指導する感じでこっからちょっとおっ骨がそうめっちゃ、しかも強すぎてビビった。もう本当にちょっとマジで、ね、共感してくれる人いるかなねえ、めっちゃかっこよかったよね。もう次からまたジャンプ見るの楽しみやし、でもなんかおっ骨がねの良さがこう世にねこうもっともっと広まっていって、寂しい気持ちもありつつすごい楽しみやなと、もう呼んだ瞬間発狂しました。はい、はい、ということで今日はコンビニに行った時にいっぱいアニメのグッズがあったので買ってきました。そうなんかさ、じゃーん、刀剣乱舞にっかり青江のノートが、そう対象商品2つ買ったらゲットできるっていうので置いてたんですよ。これ初めて見たな。そうなんかこのまるちゃんと刀剣乱舞コラボみたいな、そうしかもにっかり青江の極め状態ですね。めっちゃすごいいい表紙。他にもねいっぱいキャラいたんですけど、後ろがこんな感じです。そうで中がさ、そう中もめちゃめちゃこう線になってて書きやすそうやんな。そう何かこう私いつもこういう何コンビニとかでゲットできるこういうちっちゃいノートあるやんか、いつも使い道悩むねん。だってこのさ、この枚数でしかもこんなにいい表紙やから、でもなんか使いたいけど使いにくいっていうのあるよな。もったいないし、なんか逆に何書いたらいいんかわからへんくて、そう、こういうのはそうやな、にっかり葵への愛をいっぱい書くしかないですね。はい、そういうノートにします対象商品買ったやつがこれです。そう私うどんが好きで、そうきつねうどんと、これ初めて見た、これなんか期間限定かなんか特別か忘れたけどって書いてたから買っちゃった。牛すきやってデカ盛り、はい、またこれも食べたいなと思います。はい、それとねまた今度ねショート動画でアップしようと思うんですけど、じゃーん、またまた買っちゃった呪術廻戦カレー、これめっちゃ美味しいんですよ。そうビーフ中辛、中辛っていうのが嬉しいところなんですよね。中辛でしかもねこのキラキラシールが光り方がめっちゃかっこいいの、そうだから買ってしまいました。ちょっとまたこれも今度開封します。そしてこちらね、そう呪術廻戦メタルカードコレクションの呪術甲子園編のやつをね2つ買っちゃいました。これはカード2つ入ってるっていうのがめちゃめちゃねポイントで、しかもねこの呪術廻戦のその甲子園編、そうみんなで野球した回のイラストのカードがこう入ってるってことで、まだ私ね欲しいカードが手に入ってないのでね、今度またこちらもショートの方で開封してアップしたいなと思うのでお楽しみにしててください。